皆さん、ご無沙汰しております。アイリです。ですね、なんか緊張するんだけど、本日はですね、皆様にご報告がございます。SNS 等でもうすでに知ってくださっている方が多いと思うのですが、 YouTube では改めましてという感じで改めてご報告させていただきます。この度2024年4月1日より、私田中愛理、永山愛理の名前で改名して芸能活動をしていくことになりました。おめでとうなのかどうなのかみたいな、なんか結構個人的に連絡させていただいた関係者の皆様とかにも、おめでとうなのかみたいな、とりあえず心機一転頑張ってねみたいなお声を本当にたくさんいただきまして、ありがとうございます。で、一応4月1日に SNS では皆様にご報告の投稿等をさせていただいたんですけれども、ちょっと YouTube での投稿が遅くなってしまいました。まあ簡単にはなるんですけれども、ちょっと経緯とかなんかゆっくり話していけたらいいなと思っております。私もともとダンサーをやっていて、小さい頃からクラシックバレエを始めて、そこからコンテンポラリーダンスに移り、まあ、ストリートダンスも経験し、まんべんなくダンスは学んできて、そこからそうですね、本格的に振り付けとかも学んだ後に、コンテンポラリーダンスを使った公演をしたり、実際にバックダンサーとしてステージに立ったり、ダンサーとしてお芝居のステージに立ったりみたいなお仕事をしてきていた中、大学卒業をきっかけに役者に転向いたしました。まあ、そこから、まあ、そうですね、初舞台とかいろいろ考えて今6年目ぐらいになるんですけれども、ここ1、2年ぐらい、たくさんステージに立たせていただいた1回1回のステージが本当に自分にとって吸収できることがたくさんある現場がありがたいことに本当に立て続けにありまして、私の中で役者としての考え方とか、何でしょうね、取り組み方とか、改めてこう心情の変化とかが本当にたくさんあった 1,2 年でして、まあコロナ禍を終え、そこから本格的に演劇っていうものが、舞台っていうものが、まあこの業界にちょっとずつ戻ってこられたタイミングで、本当に自分の殻を破るとか、なんて言うんでしょうね、こう、まあ、自分の中にこんな自分がいたんだって思うようなものをこう引っ張り出せたり、お仕事を通してたくさん感じられたことがあって、その中で本当に私の中でも価値観が変わったり、捉え方が変わったりっていうのがある中で、これから私が今目指しているところまでどん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 ステップアップしていくことを見据えた時に、今の時代が結構他人と比べる時代になっている気がして、確かに他人と比べて自分の強みを持っていることとか、お仕事する上でとっても大事なことってたくさんあると思うんですけど、アイリ自身が最近どこかに行ってしまったなって感じる瞬間が結構あって、芝居をのお仕事をしているせいとかではなく、これは本当に私自身の問題で、結構不器用な部分がある
からか、プライベートで本当に他人基準に生きてしまっていたり、自分が何をしたいかとか、どうしたいか、どう思っているかっていうのを考える前に相手ベースで生きていることに気がついて、でも実際にお芝居とかを仕事上でするって考えた時に、こういうのも何だろう、相手に合わせた感情を持っていることって大事なんじゃないかとか、なんかプライベートの生き方がどんどん下手くそになっている気がして、これはなんか何かこう変わるきっかけがないと私自身がどこかに行ってしまう気がして、そんな時に本当にたまたまいろんな方とご飯に行ったりお話しする機会があって、まあ、先輩や後輩、同期はもちろん、親友たちももちろん、なんか20代後半にもなり、いい年になり、なんか自分のために生きてないわって感じたんですね。それで改名を思いついたきっかけでもあり、私はプライベートとお仕事でのオンオフが極端に合ってしまう人間だと思ってて、本当に多分不器用なんですけど、感情のコントロールがね、永山愛理として生きている瞬間と田中愛理に戻っている時に、自分がもうちょっと心地よく笑顔でハッピーに生きられて、でまたお仕事に戻った時にガシャンってスイッチを入れて、もう本当命を懸けて取り組めるような、なんかそういう分け方ができたらいいなっていうのが、まあ、本当に簡単に一部だけを取って解明したきっかけの一つはそういうことがあります。なんかちょっとうまく説明ができないんですけど、いろいろ考えた上こうなりました。で特にフリーで今 お仕事をしていますけど、それも大きく変わることなく、4月1日以降もフリーで永山愛理として、お芝居のお仕事をさせていただいていくつもりです。しばらくは、何かがない限りしばらくはそうだと思います。何してんの？ここにティアナがいます。ずっとね、見守ってくれてる。な、ティアちゃん、おいで。はい。なんだっけ？そう。4月1日に早速現場があって、嬉しいことに本当にちょっと本格的に今年一本舞台がもう始動しているところではあるんですけれども、やる気に満ち溢れております。気合が入りまくっております。私自身お芝居をしている中で一緒に共演しているキャストさんとか役者さんたちからもらうお芝居で、結構なんて言うんでしょう、生きる活力をもらっている瞬間とかもあったりして、小劇場とかだと直接お客様と面会できたり、感想を聞くことができたりとか、どんどん田中愛理という人間が元気にハッピーになっていくわけですよ。何かを届けたいって思ってるのに、本当にいろんな方からこのお芝居をのお仕事をしている中でいただくものが、いただく幸せみたいなのが本当に大きくって、そう、本当に幸せだなって思います。なのでなのでこれからも本当に生きている間できるところまでずっと
皆様の前に立ち続けて何か心に届くものをお届けし続けられたらいいなと思っておりますので、新しく変わったニュー永山愛理もよろしくお願いいたします。もう本当に精進いたします。これからもね、自分を甘やかすことなく、田中愛理は甘やかして、永山愛理はどん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 自分でお尻ペン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 叩いて、自分の行きたい目標をもうまだまだ永遠に山が高いです、目標を途切らせることなくどん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 上に向かって、もうほんとまだ富士山1合目ぐらいにいるので、私は本当にもう遊んでる暇なんてないんです。本当にもうまだまだ頑張らなきゃいけないんです、本当に。という覚悟の、はあはあ、なんでだろう、覚悟のなんて言うんでしょう、決意表明みたいな感じでございます。はあ、やばい、止まらなくなるんだよ一回。感情のこの起伏が多分激しいんでしょうね。わかんないですけど、まあでも本当に日々の応援してくださっている皆様への感謝と恩返しをしたい気持ちと、これからも頑張るぞという、なんか心がえって今なっている感じでございます。大丈夫かよって感じだよね。これからも頑張りますので応援よろしくお願いいたします。めっちゃ鼻詰まってる。ということで、私の近くにはいつもこの相棒ティアナ氏がいてくれます。ハロー、ありがとう。改めまして、永山愛理をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。